国鉄式610経過車は、1962年から1976年にかけて5両が製造された日本国有鉄道の大物車である。日本車両製造支店で1962年6月20日から1976年4月12日にかけて5両が製造された大型の変圧機を輸送するための貨車である。積載方法は吊り掛け式で、 最大で240トン、または235トンまでの変圧器を搭載することができる。車席は当初日本国有鉄道であったが、1987年の国鉄分割民営化に際しては、式612を除く4両の車が日本貨物鉄道へ継承された。外見的には式600型と告示しており、ほとんど区別をつけることはできない。入量は、 式600型と同様にガーダー構造を採用している。台車は釣り合い量式3軸ボギー台車 NC-4A 型を合計8台24軸備えている。空気ブレーキは軽便と UC 型シリンダーを組み合わせた手動席空切り替え方式のものである。荷受け量は交換可能な構造となっている。荷受け量は2種類あり、投資は日立製作所、 富士電機の三車用のものを B1 両、三菱電機用のものを B2 両として区別する。これは全車三車用の入家量のヒンジ形状が同じであったが、三菱電機用のもののみ、ヒンジ形状が違っていたためである。B1 両、B2 両装着時の違いは上の表の通りである。どちらも運転最高速度は、 空車時時速 75km、赤車時時速 45km である。番号ごとの製作年、荷受量の関係大きな画像トップナンバーの式610は、1962年6月20日に製造された240トン積み釣りが景色大物車で、東芝所有の私有化車である。その後、充電メーカーが所有する変圧器輸送用の大物車は、 輸送頻度が少なかったことから各社で大物車を共通利用することになり日本通運所有の大物車として式611から式614までが製造された。まず式611用の B1 両、B2 両が1971年6月11日に製造され続いて1973年1月19日に式611倍と 2を一旦除石して、この針に組み合わせる下回りを新規に制作して、式612とした。同年7月から8月にかけて、式612用の B1 量が制作されて、式612バイト1となり、元の式612の量が式612バイト2となるとともに、さらに、B1 量のみの式613が制作された。 1976年4月12日に B2 両線用の式614が製作された。式611落成時は新芝浦駅常備。1981年11月に末広町駅へ移動した。所有者は1983年11月に東芝物流に名義変更され、2002年度に廃車された。落成時は新芝浦駅常備。 1982年2月に末広町駅へ移動し、1986年3月に小山駅へ移動。2020年現在も運用中である。落成時は塚口駅上備。1978年6月に西浜信号場へ移動した。B1 両、B2 両ともに1987年1月12日に廃車となった。落成時は、 日立多賀駅常備。1984年2月に日立駅へ移動し、1991年2月に小山駅へ移動したが2005年3月に廃車となった。落成時から西浜信号上場日で2001年7月に廃車となった。交通新聞社トラベルムック貨物列車の世界 P140。ありがとうございます。